先はロシア軍がいない地域だ。我々以外に味方はいない。識別は不要だ。対空兵器を中心に空爆目標を設定した。前期攻撃を開始しろ。残り3機連携させるな。トリガーを支援しろ。メルコ
補給はうまくいった。もうしばらくは食うものと燃料に困ることはなさそうだ。幸いにもエルディア地上軍がこの近隣を進軍するというのもただの噂だった。上空からは見える土煙一つなかった。噂通信網を失うとこうも脆いもんかな。ああ、一つ確かな情報がある。トリガーが落とした機体は X-02Y バーンの改良型だ。前の大陸戦争の時開発されてたやつだ。エルジアはそんなものまで使ってやがった。もっとも前の戦争じゃベルカ製も出回ってたといういわくの機体だからな。もしトリガーが落とせてなかったらと思うと今でも鳥肌が立つ。よく勝てたもんだ。戦争なんてそこの底じゃ何がうごめいてるか知れたもんじゃないが、その全部が解き放たれちまったみたいだ。きちんとした命令系統、約束されたソーティー達成後に待つ休暇、敵味方の識別が可能な戦場、そういったのが混乱の向こうに消えちまった今、全部が幻だったみたいに思える。この状況から脱出する方向ってどっちなんだろうな。